い、どうも、こんにちは。ゴロウくんです。本日は新企画、転売はい。ということで、転売やっていこうと思うんですけども、まあ、昨年から僕の動画配信を見てもらっている方は分かると思いますけども、僕本当にセンスも才能もないです。仕込んだ選手を売ったら上がりますし、買ったら下がります。ってところで、ちょっとこれ良くないなと思って、転売のプロ、去年転売でかなり稼いではる方にご協力を仰ぎまして、今回転売企画復活です。ということで、今回の僕の先生は、悠々ゲームズさんっていう方が僕の先生です。基本的に僕の意思が入ってしまうと損する可能性がぐっと上がるので、ゆうゆうさんから教えてもらった転売情報、売り時買い時をそのまま僕が再現しようと思ってます。で、今回僕がする転売はリスクは高めですが、手軽に移籍リストを圧迫せずに、めんどくさがりな僕でもできるような転売を紹介してもらってます。またゆうゆうさんのチャンネルの方ではリスクが少なくておすすめの選手っていうのも紹介してるんで、よければそちらもご覧ください。またこの企画では僕がどんな選手を仕込んだか、また仕込んだ結果利益が出たか出なかったかっていうのを基本的に1週間に1本動画にして紹介しようと思ってます。また買い時売り時についてはタイムリーに動画で紹介できるのが一番いいんですけど、そうなってくると僕のパワーが足らないんで、そこはちょっと申し訳ないですが、まあ、メンバーシップの方限定で YouTube の投稿機能っていうのを使って、今からこの選手買います、逆に今からこの選手売りますっていう風にしようと思ってます。なんでもしよければそちらもご検討ください。はい、ということで企画の説明は以上です。早速僕が今回仕込んだ選手を紹介していこうと思います。今回僕が仕込んだのは89です。はい、ここからはゆうゆうさんの受け売りです。今作の SBC っていうのは高レート1枚以上みたいな要求が結構来ていて、前回来た際には3万6000コインまで89の選手が値段が上がっています。で、僕今仕込んだんですけど、3万コイン以下で89の選手を仕込みました。はい、こちら買ってる5枚とも3万コイン以下で仕込んでます。僕が今スカットリコインを全振りしていて、まだ転売資金が少ないんで今回は5枚ですが、今後こういう風にコインどんどん増やしていって、転売の元手を増やしていって、まあ、それでもっとね、たくさん、もしくは高額選手を仕込もうかなと思ってます。ですが、あくまでこの動画では手間が少ないような転売っていうのを紹介しようと思っているので、1000コインで買えるような選手を大量に買うっていうのはしません。なのでリスクは高いですが、その分手軽で転売に対する労力っていうのは少ないものを紹介しようと思ってます。はい、ということでまた来週仕込んだ選手の結果、儲かったのかもしくは損したのかっていうのを紹介します。そしてまた来週新しい選手を仕込もうと思ってるんで、こちらの選手の紹介もします。よければ引き続きご覧ください。はい、ということで本日の動画は以上です。よければチャンネル登録、高評価、そしてゆうゆうゲームさんのチャンネル登録もお願いいたします。回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて